けまっさん今日第6回目です。よろしくお願いします。はい、6回目ですね。早速ですね、今日もうささっといきたいと思います。今日のテーマ、はい、こちら。はい、戦術アクションのために選手が持つべき能力とはということで、今までやってきた戦術ね、駆け引きのために必要な戦術に関して、まあ、いろいろ話を、5回までしてきたんですけど、まあ、その中で特に選手に必要な、まあ、そういったものを戦術を実行するために必要な、選手の能力、まあ、持つべき能力について、まあ、どういったところが特にこの戦術をやっていく上で必要かという部分を今日、皆さんに言っていただこうと思います。はい、じゃあ今日早速いきます。早速いきますね。はい、定番の、はい、はい。それでは教えてますさん、はい、戦術アクションのために選手が持つべき能力とはどのようなものでしょうか、マスさん。一番、まあ、逆にまず戦術アクションをするために日本人が欠けてる能力、欠けてる能力を伝えたいなと思って、はいはいはい、でまずは心理面、心理面の能力が日本人には僕は足りてないと思ってて、例えば積極性、うん、とか、なんて言うんだろうな、あと自信、自信とか、あとはね、まあ、積極性は自信に関わるんですけど、自信、例えばリスクを負えるか負えないかみたいな、リスクを負えない、責任を負えるか、失敗を恐れないとか、そういったもあるし、まあもっと言っちゃえば、そのフットサルとかサッカーをまず自分がやってるのって話ですよ。その親の推薦とかそういうのじゃなくて、はいはい、選手自身が本当に楽しく一生懸命本当にやってて、で自分が決めてやってるかっていうのとはすごく関わってると思うんですけど、そういう意味で責任を持ってればプレーにも影響するっていうか、例えば失敗した場合学ぶ気があるかないかも変わってくると思うんですよ、うん、自分からやってなかったら失敗したら終わりだし、はいはい、自分がやる、好きでやってるってなったら失敗したっつって、じゃあこっからどうやったら失敗しないようになるかとかも考えるようになると思うし、はい、すごく基本的な話かもしれないですけど、そういうのも俺は心理面に入ってる、心理面、はいはいはい、そこが日本の人たちは特に欠けているだろう、欠けてるって断言はしたくないですけど、欠けてるんじゃないかなそこは人によってっていうのもあるし、うん、あと心理面で言ったら、あとは注意力もあるし、注意力、うん、継続的にその注意を続けることだったり、と変化に対して注意、対応できるかっていう注意する力もある、はい、周りを例えば見て、その状況領域を察知しながらね、認知して動くっていう戦術があって、そういった時の集中力というか、さっき言った集中力ですね、戦術のアクションには関わってきて、まあ試合後半になってくると疲れたりして注意力が低下すると思うんですけど、それはその心理面の不足っていうことになって、最初と最後の方ですよね、最初と最後の方、ゲームの最初の方とか、はい、なんか、まあらぬことを考えるってわけじゃないんですけど、なんかうまく集中できないとか、あと、まあ、さっき言った終盤で疲れてくるから集中できないとか、いろいろありますよね、その集中できなくなるような要因っていうのは、ね、っていう、今は全部心理面なんですよ、心理面、はい、うん、で、戦術のアクションのための能力、他に考えられるのは、はい、まあ、すごく一般的かもしれないですけど、技術っていう側面と、フィジカルって言ったら、フィジカル、はい、心技体ですね、まさに心、そうそう、心技体っていうのが、なんかあれですね、戦術っていうのが上にあって、下で支えてるのが心技体ですよ、ね、あ、3つのね、なんか能力として、うん、戦術で必要な心理が必要だし、戦術で必要な技術が必要で、戦術で必要な、うん、フィジカルが必要なんで、戦術の必要な能力、心技体ですね、まあ、今さっき言ったのが心で、じゃあ技っていうと例えばどういう、あ、もうあれですね、ドリブルとか、あ、本当そのままテクニックそのものってことで、はい、最終的にその戦術アクションの最終は実行部分であるんで、はい、そこが失敗すれば戦術アクションの失敗になるんで、はい、まあ、だからまさにその
最終的に使う手段というか道具がは義の部分だから、うんうんうん、それが、まあ、どう例えばさっき言った心理面が良かろうが、あの最終的に技のところで実行が失敗すれば失敗だよって話になるってことですね。似てるけど身体面、フィジカル面もそうで、例えばシュートを打ちたい、打った弱いとかじゃ入んないし、まあそれはじゃあキックする時のその筋力とか体の使い方とか、そういった部分、すごくそこの境目って僕の中では微妙なんですけど、実はテクニックと、そうそうそう、わざとテクニックの技とそのフィジカルの体っていう2つ、そう、その体っていう方は結構移動の移動、例えば方向転換するとか、はいはいはい、いきなり速く走るとか止まるとか、瞬発力っていわれる、なるほど、瞬発力ですよ、はい、そういうものが自分の中では身体面、あとあと持久力とかも身体面で、はいはい、で技術っていうのがシュートを打つっていう弱いっていうのは、例えばさっき言ったその体の使い方で、どう踏み込むかとか、そういう部分って体の使い方のようで技術的にもすごく重要だと思うんですよ。例えばシュートを打ちましょうって言ったら軸足で、はいはい、踏み込む時にじゃあどこに力入れるのって言ったらお尻とかふくらはぎとかじゃないし、あの膝下の振りとかよく言われると思うんですけど、自分はそうじゃないと思ってて、でそういう時に体のことを言うじゃないですか。結構背中で、背中も使うっていうのは結構伝えたりするんですけど、だから結局それも体のこと言ってるようで、まあ、技術、あ、はいはい、要は体そのものをどう使うかになってるから、フィジカルのように見えるけど、うんうん、実はテクニック、まあ、技っていうね、うん、使い方全般が技だから、そう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 、体の使い方とか、そう、頭の使い方とか心じゃないし体じゃなくて、それは技だというところなんですね。なので身体面が何かってなってきたら、もう本当に健康とかっていうのは、あ、体のその筋力とか、うん、あとは、うんうん、例えばその体力とか、そう、もうまさにその本当力で表せるような量的なものの話ってことですかね、うん、基本で言われてるのはフットサルで確か瞬発力っていうものと、瞬発力と、はいはい、戦いの力って言われてて、戦いの力、うん、例えばぶつかるときにバーンとぶつかるじゃないですか、はいはい、あ、ただ球際だ、球際って言ったら、はいはい、球際、うん、あと、まあサッカーで言ったらジャンプする力、フットサルはあんまジャンプってあんまないですけど、はいはい、ジャンプはまた別で、それも一個の筋力っていうか、はいはい、当たったり、そこで自分が激しく動いたり、すぐ動いたりとか、そういったところ、うん、そう、それがフィジカル面かな、動かし方じゃなくて、体の動く時の能力で、もまさに、うん、持久力、はい、そこが技であり、体である、この3つが主にその戦術アクションを実行するための能力といったところになるという、うんうんうん、戦術アクションも一回おさらいすると、あの認知ってところからなるんですけど、はいはいはい、認知、決定、実行 で、はい、でじゃあ例えば認知で体の向きどうするか、技術で、まあ、単純に体の向きを作るために動くっていうのはフィジカルだし、はいはいはい、心理面で言ったらそこはあんまり、まあでも注意の質、認知するための注意の質が必要なんですよ、で決定になってくるとだいぶ技術とかフィジカルっていう要素がなくて、目に見えないものが関わってるって言われてるんですけど、決定のところだとさっき言った自信とか積極性とか勇気とか、はい、技術か、今日心技体ってあるけど、まあ元になる体があってなんぼだし、でそれを使うための技術テクニックも大事だけど、やっぱりなんか話聞いてると一番最初に言ったその心っていう部分がすごくなんか重要に なってきそうですね、こういうのは本当。僕はもういつもそこにできてるかどうかって心のことなんで、正直できてるって自信持って言えないんですけど、でも自分監督として注意を持ってるのはそこです、うん、すごく見てるのは、なんか何て言ったらいいですかね、結果的に経験の中で積み上げていける技も体もけど、それを引っ張っている一番の大事なポイントってやっぱり心になる、先ほど言ってた積極性とか責任とか注意力って言われるこういったものっていうのは、なかなかこうね、自分の中で高める、かつさっき言った失敗を恐れずにとかっていうと、みんな失敗しないためにどうするんだってすごく、ね、焦りながら
緊張しながらやってたりするんで、育成年代の子とかってどんな感じなんですか？僕はもう失敗をし失敗なんてあるんですって絶対で、失敗をした時に何か学ばないといけないけど、失敗は絶対あるからそれは気にしなくていいっていうことは伝えてるつもりですね。あとは一生懸命やってるのであれば、前回その勝ちを目的にするっていう話だったんですけど、勝ちは絶対目的にするけど、まず楽しい一生懸命そのゲームを楽しんで、力の限り、まあ、自分たちができることをやり尽くした結果勝つならまあそれはいいですけど、負けてもそれは問題ないですよ、はい、要はプレーの目的は勝つことっていう話だったんだけど、うん、あくまでそれはプレーだけの話で、その育成と言われるものや自分の中での、そのやっぱ成長っていうところだと、失敗っていうのとうまく付き合いながらやっていかなきゃいけないから、勝つ時もあれば負ける時もあって、逆に言ったら負けることとか失敗することからその心を強くしていたりだとか、自分で責任や積極性をまた身につけていく、だから失敗ですね。僕は全然話変わるけど、個人的にそういったところすごい興味あって、失敗って何ぞやみたいな、いろいろ調べたりするんだけど、本当こうそこの、ね、理解っていうのがすごく大事で、そこに関してはやっぱコーチであったり、まあ、実はお父さんお母さんとかね、そういったところの人たちがそのいい感じでね、失敗との向き合わせ方っていうのをすごくすると、うん、その心っていうのが身につきやすくなるんじゃないかなっていうのは思ったりするんですけど、やっぱりね、このね、心大切そうなんですね、すごくね。はい、じゃあですね、ちょっとそんな話で審議会っていうお話をありましたけど、そろそろお時間になりましたので、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思いますので、ですね、今日の教えてますが、本日のテーマは、戦略アクションのために選手が持つべき能力についてでした。はい、持つべき能力っていうところでいうと、まあ、戦術をね、生かすためにするのが3つありますね。心、技、体の3つ、心技体っていうところです。はい、まあ、特に心の中では積極性、責任、注意力とか、そういったところの自分の心の持ち方、そういったものが戦術アクションを生かすためにすごく重要になるんだというようなお話でした。ということで今日のおさらいですね。テクニック以外にもですね、いろいろな意識するアクションっていうのがあるんですね。心、あとは体、そういったところを合わせて心理体、戦術のために必要な能力でした。はい、じゃあ今回は以上が、教えてマッサンになります。それではまた次回ですね、教えてマッサンでお会いしましょう。アスタルエゴ。